日本の租税、日本において租税、タックスは日本国憲法第30条で国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと規定されている。日本の租税は国税と地方税からなる。日本国憲法第30条では国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと納税の義務について規定している。道場は国民に 納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっている。租税法律主義とは、租税は民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の負荷、徴収を行うには必ず法律の根拠を要するとする原則。現代では、ほとんどの民主国家で租税法律主義が憲法原理とされており、大日本帝国憲法では第十二条が、 日本国憲法では第84条がこれを定めている。伊藤博文著憲法下下は第二本帝国憲法第62条の租税法律主義を次のように解説している。新たに租税を課するにあたっては議会の協賛を必要とし、これを政府の選考に任せないのは立憲政の一大美化として直接親民の幸福を保護するものである。けだし、すでに定まった。 現在の税の外に新たに徴税額を起こし及び税率を変更するにあたって適当な程度を決定するのはもっぱら議会の公論に依頼せずにすることはできない。もしこの有効な憲法上の防犯がなければ、市民の不死はその暗黒を保障することができない。この原則が初めて出現したのは13世紀イギリスのマグナカルタである。近代以前は 君主や支配者が、恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると、市民階級の成長と、法治主義の広りに伴い、課税に関することは課税される、国民側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする、基本原則、すなわち、租税法律主義が生まれた。租税公平主義とは、租税は、各人の淡税力、 租税負担能力に応じて公平に配分されるべきであり、租税に関してすべての国民は平等に扱われるべきだという原則である。この原則は日本国憲法第14条第1項が定める平等原則が租税の分野に適用されたものである。日本の税制はほぼ毎年改正されている。通常のスケジュールでは所得税や法人税の場合は、 財務省主税局が原案を作成し、12月末に税制改正大綱が示される。翌年1月に内閣が法律案綱領を閣議決定し、内閣提出法案の形で国会に提出、3月末に成立する。租税法の成立、改正過程では、税制調査会が大きな影響を与えている。通常、税制調査会は、 内閣総理大臣の諮問機関、審議会、政府税制調査会、政府税調と政権等、主に自由民主党の党を組織る、自由民主党税制調査会、党税調がある。政府税調が、基本的な事項の調査内容を示し、党税調が、細部、特例、免除、租税特別措置法を決めていくという方法が、取られている。六十年代には、政府税調が、 中心的な役割を果たしていた。高度経済成長が終わり、税収の自然増がなくなると政権党の自民党税庁の影響力が増大する。しかし、21世紀には党税庁の力も落ち、総理大臣官邸が自民党の党税庁を押し切ったとする報道も見られるようになった。税制の改正は、利害関係者から与党、省庁などへの要望、 インプットを受けて、租税法令の形で制定、アウトプットされる。施行された法律は、様々な利害関係者に影響を与えるため、彼らが、与党、省庁などに要望、インプットをする。このようなサイクルが毎年繰り返されている。財務省の外局で国税の付加徴収を担当する。国税庁は、国税徴収を行う執行機関であり、適切、 公平な付加徴収を実現するために法令解釈や事務手続きなどで周知、広報を行っている。このうち法令解釈通達は国税庁長官から職員への命令で法規ではなく形式的には行政組織内のみを拘束するが実質的には納税者に大きな影響を与える。文書回答事例では課税関係が不明な場合 納税者が税務署に紹介して文書による回答を得ることができる。付加された租税を徴収、納税する方法として、普通徴収、特別徴収、厳選徴収などの方法がある。付加された租税が滞納された場合、徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ感化するなどの方法により、滞納された租税を強制的に取り立てることができる。 詳細は対応処分を参照のこと。ここでは、日本の租税の概要を主として内部リンクを区分して示す。廃止されたものなど、ここでは、中央政府の財源となるものと、地方政府の財源となるものを合わせて示す。江戸時代後半の発展の理由の一つに、抜け穴だらけの建地、山奥の隠しだ、米以外の畑は、対象外の結果、 低税制であったからという事実がある。明治時代初期には税収に占める地層の割合が圧倒的であった。その後、1899年、明治32年には酒造税が税収に占める割合がトップに立った28%。また、消費税や課税等を合わせた抗義の消費税は1907年には過半数を占めるまでになった。すなわち、 明治年間を通じた税収の変化としては、地祖優位から間接税優位の時代への移行が見られたゆえる。軍事非確保のために、可能な限り税収を増やすため1940年度の税制改正で、直接税、法人税、所得税の比重が高まった。財務省の統計を参照、単位、億円。総務省の統計を参照、単位、億円。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。